今日は。舞台というかミュージカル見に行ってきました。招待していただいて見てきました。ピノキオ、こんばんは。どんな内容のやつ、ちょっとネタバレをあんまりしないでって言われたので、しないでというか、なんか少ない感じでって言われたので言いません。気になったら見に行ってください。面白かったです。もうなんかギャグってか、ギャグ面白かったです。そう、川上千尋さんが主演だったんですけど、主演なんですかね。でもピノキオの役で川上千尋さんがめっちゃ可愛かったです。なんか透明でもわかる肌のツヤがね。なんかいいなと思いました。全然お芝居とか関係ないけど、ツヤツヤでした。確かに吉本新喜劇って感じでした。もう何詰め込まれてます。ギャグが、ギャグっていうか、なんか面白いものが詰め込まれてました。邪魔すんやったら帰って。
また葵さんの舞台を見たいです。だってありがとうございます。またいつかできたらいいですね。葵ちゃんのギャグを見てみたい。だって特に私は持ち合わせてないです、ギャグを。一発ギャグとか。たこ焼きはね、食べてないです。食べてないです。食べようか迷ったんですけど、時間なくてやめました。そう、明日夜の20時から8時からショールームでね、 STU 公式のだと思うんですけど、ショールームで配信出ます。あのこの個人じゃなくて、でもちゃんとしたところで、スタジオでのやつだと思いますので見てください。ユミリンの卒コンとかについて話します。Tシャツのショールームするの遅い？3色買いましたよって。いいじゃないですか。買えたならいいですね。そして8時からあるので見てください。なんで私が呼ばれたんでしょう。めっちゃ初期の写真を選んでるからですかね。そのユミリンの卒業メッセージ入り T シャツ。本当にね、変わってないけど変わってるんですよ。めっちゃ顔がびっくりする。見てもらったら分かるんですけど、まあ明日話しますね。よく残ってたって感じ、あの写真がね。何年ぐらい前の？それについては明日話します。ね、顔変わりました、めちゃめちゃ。でも、もともとこうなる予定だったとは思うんですけど。
なんか表舞台人前に立つことをしてるからなのかもしれないですね。めっちゃ変わったのは、人前に立ってなかったら多分あんまり変わってない気がするって考えたら、もうよかったなって思いますね。確かにあの時より10キロは違うですよ。なので、まあ、そりゃ変わるよ、ね、こんばんは。成長しました。ねえ、でもなんか、でも痩せたのは努力じゃないんですよね、多分わからないですね。体質的に二十歳とかを超えるとどんどん落ちていくような体質だったのか、コロナでただ単にガンって落ちたのか、そこはちょっとよくわからないですね。コロナの時に多分結構すごかったんですよ。5キロとか5、6ぐらい落ちて、そう、食欲とかも戻ったのに何も変わらなくなりました。そう、なんか維持してるねつもりはねないんですけど、まあ、維持できたらいいなっていう感じ、特に考えてはないです。初期の頃お話し会進めること言ってすみませんでした。本当ですよ、めっちゃ覚えてます。でも良かったです。綺麗になったねっていう言葉ももらったのを覚えてるのでね、ちょっと前、大丈夫です、全然。ねえ、でもなんか、うん、嬉しい。食べてもそんなに変わらなくなったので安定したって感じ。私もコロナで10キロ落ちました。だってえ、同じじゃないですか。そんなには落ちてないけど、私はこんばんは。怖いね。でも1回目が本当にやばかった。2回目はね、あ、別に何もともないなって感じでしたね。喉がちょっとゲホゲホって感じくらい。1回目が本当にしんどかったです。
増量中を、体使いますだって待ってます。カメムシ退治しますだって。やばかったよね。自分も今日外に出てびっくりしました。数匹倒れてて、ゾッとします。朝いつも初見、そう倒れてたんですよ。死んではなかったです。足をなんかうじゃうじゃうじゃって動かしながら横に倒れててちょっと気持ち悪かったですね。今日メイク変えたんですよ。オレンジにしました。でもそのアイシャドウを持ってくるのを忘れて、明日明後日は使えないです。カメムシ潰したことありますか？めちゃめちゃあります。なんか実家の網戸とかになんかあの緑じゃなくて茶色い方のカメムシがねよくいたんですけど、なんか同化してて全然気づかずに網戸開けたりとかしててね、その隙間に挟まったりとかしてかわいそうでした。めっちゃ匂いました。洗濯物とかにもねついてますよね。誕生日プレゼント？何が欲しいとか聞かれてますか？これ何か欲しいものパッて思いつかないくないですか？欲しいものって。ないです今ないかも。欲しいものスピーカーとか欲しかったんですけど、でもヤマハさんのあのスピーカーを使ってるし、ヘッドホンも手に入れたし、ないね。確かに健康な体
ドラえもんかな。4次元ポケットが欲しいですね。か、どこでもドアがいいな。どこでもドアって本当に、いいよね。便利すぎて。なんかないかな。1000年後とか。最近流行っているもの何なんですかね。私もあの最近の流行りはわからないです。確かにどこでもドアってやっ、幸せじゃないかもね。真逆の意見ですけど、確かに旅好きの人にとってはその交通機関っていうかね、その乗り物の中でも乗り物に乗ってるっていう何その瞬間も思い出として残したい人が多そう。自分もそうかもな。なんか電車とか揺られてる思い出いいよね。STU にとってはなんかもし東京とかでお仕事があった時とかは STU 専用のどこでもドアが欲しいな。それでなんかいろいろ幅が広がりそう。旅行としては使わん方がいいよね。なんどこでもドアないのに結構考えてしまう。確かに遅延とかもないしね。いくらでも公園行けるだって、あ、それはいいですね。使いたい時に使いたいよね。
うん、お初見です、初見です。あれビギナー、なんかめっちゃ初見。押しますだって。本当ですかね。明日の8時から、夜の8時からショールーム見てください、ぜひ。やっと見つけたお姫様だって、生まれてきた理由ですか。山口でもライブ やってるの最近知りました。嘘、瀬戸内ですからね。でも最近は本当に広島でしかできてないけど、今度山口にも行きます。もちろん。新潟ね、新潟行ったことないかも。いいな、行ってみたい。新潟 NGT さんの劇場行ってみたいですね。あさっては幕張です。ぜひぜひ。立ってみたい舞台。坊っちゃんスタジアムでコンサートしてみたいですね。野外のコンサートしてみたいな。雨降っても構わずやってみたい。ドームすごい。もうそれをやるにはたくさんの応援が必要ですね。そう、まだ私はあんまり、うん、ポツポツくらいはあるんですけど、その雨が降ったライブは、その土砂降りとかはないので、
楽しそう。逆に この前のなんかアイドルアラモード名古屋城の、その時も STU のステージが終わった次の瞬間雨が降り出して結構ファーってもうゲリラ豪雨みたいな感じで豪雨が過ぎ去っていって、ステージが終わった瞬間に本当にそれはなんかびっくりしました。運が良かったです。自分ね雨女なんですよね。でも雨女だと思い込んでるかもしれないなんかセトリップあったじゃないですか、その STU の番組でやってたんですけど、数年前まで3年前ぐらいまで、なんか宮脇アナウンサー宮脇さんが雨男だったっていうことなのかもってフ思いますね。自分じゃなくて宮脇さんが雨を降らせてたのかもって思いたいですね。多分違うけど、宮脇さんもなんか雨男って言ってた気がしますねえ。リアルでのツーショットはどんな感じで撮るんですか。どんな感じなんやろね。アクリル板とかあるんですかね。そこの辺はあんまりわからないんですけど、普通にファンの方の携帯をスタッフさん、ファンの方の携帯でスタッフさんに撮ってもらうって感じです。ポーズしてみたいな、ポーズしてじゃない自分らでなんかポーズとか決めて撮ります、3、2、1、はいみたいな上げれる板を挟んで、そのどっちかにどっちかが立つとかそういうのか分かんないですけど、そうなんかそんな感じです。ラフな感じです。おすすめポーズ、おすすめポーズ、ない。おすすめ。逆に考えといてほしいかもしれないですね。したいポーズをしましょう。ぜひ。そう、多分どっちも思いつかなかったらピースになってしまいますまあでもね、これでも全然来てくれるだけで嬉しいです。
面白いよツーショット全然喋れるし、分からん、なんかマスクしてないと喋れんみたいなあるんかね、まだその辺はねちょっと不明ですけど、面白そう。なんか監視枠とかっていう制度がなくなってみんな取れるようになったじゃないですか。嬉しいです。猫背にならないか心配いいんじゃないですか。なってたらじゃあ私も真似しておきます。後で見てください。確かに緊張したら猫背になる気がするな。確かにめっちゃ久しぶりかもツーショットって。ツーショットしか撮ってない ありがとうございます。あんま変わらんよねツーショットもお話し会も。でもツーショットの方がなんか距離は近そう。舞台を見てから気になってたって大阪のスーツ発散させていただきます。ありがとうございます。嬉しい。スタッフルームですか？何の舞台？ありがとうございます。怒ってたのが良かったですか？ずっと怒ってたのでこの前の舞台では怒ってたのと報告しかしてない。大変です、脚本家が消えましたとか面白かったですね。ショールームより声が高かったですって確かにショールームはねちょっと またラフな感じなので怒り顔がドッキッとしただってドキッとした
マニアックですね。格闘シーン格闘シーンはちょっと面白い。面白い。もうずっとこんな顔でしたみたいなここにもうシワがね刻み込まれそうなぐらいずっとここにはーって感じでしたね。まさか歌うと思ってなかったですよね皆さん。歌うしダンスもありました。舞台ね好きですね。怒るのでもなんか怒る演技って一番簡単みたいに聞いたことあるんですけど、いや難しいですね。次に出るとき見に行きたいってねえ、またあったらいいですね。機会がもう11時ミュージカルみたいでした。いいね、ミュージカルもやってみたい。大変そう。では壇上を読もうかな。キヨ兄さん、ジータさん、タッキーさん、サクさん、ナルカリさん、メネカネヒロシさん、アクイさん、カズポさん、ナカケンさん、サトシさん、トノサマドラゴンさん、シューちゃんさん、サージカルさん。ありがとうございます。お疲れ様でした。では幕張で会いましょう。あさって、明日はショールーム見てください。8時から。私の個人じゃなくて STU での公式の。おやすみかー。